お休みかな。野々宮さん、鎌滝ですけど。あの、何か用でも？もしかして面接希望とかですか？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか？すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。え？あ、いや、ひょっとして知らない？はい？その野々宮さんは亡くなったんだ。え？おい、この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。ちょっとは落ち着いた？すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて何かあったかとは思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。まあそりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は？私はエリ。一番成果という会社で社長をやってます。エリちゃんか。社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。一番成果っていいな。俺も名前一番って言うんだ。春日一番、奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番おいしい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で？野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。今日はその件でお伺いしたんですが。え、野々宮さんが社長に？あれ、ご存知ない？ああ、だって姉ちゃんの会社一番成果ってことはお菓子屋だろ。風俗じゃねえもんな。はい、もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。美人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。けど実は3年前、父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。ほんと父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を閉めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。
店の借金を全返済してくれて、その上で俺と一緒にこの会社を立て直して、このうまいせんべいの味を守ろうって。へえ、野々宮さん男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ、俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん私には優しかったから。いや、しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？うん、偉人町で大きな会社を経営する、それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作って、この町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？ああ、ここからスタートか。偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。ご立派な考えじゃねえか。まあそんなこと言っておきながら、従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのかわからないけどね。でも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから。さて、じゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。でも会社はどうするの？閉めようと思います。え、私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで遅かれ早かれ会社は潰れる。きっともう潮時なんですよ。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。嫌ですよ本当は。だって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし、赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。もう私には頼る人も打開策もないんです。どうしようもないんです。でも全ては身から出たサビ、悪い奴らに騙された私がいけないんです。何やってんだろう私、本当に情けない。エリちゃん、よし、わかった。え、何が？姉ちゃん、安心しろ。あんたの会社、俺たちが何とかしてやるぜ。はあ。え？いいんですか？
ろう。ドンと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番成果なんて運命感じるじゃねえかなあ。お前何言ってんだよ、本気か。だってよ、このまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。わかってるさ。だけどよ、野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。俺は叶えてやりてんだよ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ、それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。いっちゃん恩返しか。お前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。ってあれ、足立さんやらないの？お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。頑張ってね。おう、あのやっぱ俺だけ。春日さん、その本当にいいんですか？え、なお、男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。ありがとう、本当にありがとうございます、春日さん。おう、よろしくな、エリちゃん。はい、それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか？わかった。よっ春日社長。よっ春日社長。よっ春日社長。お前らな。よっ春日社長。ここがうちの会社です。いい感じやね。1階は販売所になっていて、細々とせんべいを売ってます。へえ、昔からここなのか。はい、ただ騙される前は従業員も多かったからもっと大きなビルに移っていたんです。結局身ぐるみ剥がされてまた元のこの場所に戻ってしまったんですけどね。さあ、事務所は2階です。ついてきてください。なあ。はあ、まあでもちゃんとしてるね。へえ、ここが事務所か。狭くて汚いところですみません。おお、エリちゃんおかえり。この人がメールで言ってた？そう、春日さん、野々宮さんの代わりにうちの会社を手伝ってくれることになったの。春日さん、私の祖母です。私に残された唯一の家族です。体の調子がいい時は下の販売所の手伝いをしてくれたりしています。鎌滝トメじゃ、よろしゅう。トメさんか。春日一番だ、よろしくな。うん、ちょっと年がいっとるし変な髪型じゃが、骨太でいい筋肉をしておる。なかなかいい彼氏じゃないか、エリちゃん。ちょっとおばあちゃん、彼氏とかじゃないから。人の話聞いてた？本当にもうすみません、春日さん。いや、ニワトリ。なんてニワトリが。その子はうちのペットのコケコッコです。会社のマスコット的な存在でとってもいい子なんで安心してください。美味しい卵も産みます。おお、よろしくな、コケコッコ。さて、まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけませんね。
レクチャーさせていただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか？わかった。まあ声をかけるしか多分ないんだろうけど、多分会社経営は動画に残すのかな、残さないと思うんだよね。だからカットするかもしれないですね。次のシーンで絆ドラマに行ってたら、まあそういうことですね。なんか面白い感じの内容だったら、載せるかもしれないですね。ああ、コケコッコが呼べるんだ。全然使ったことないな、デリバリーヘルプ。はあ、なるほどね。あ、今一瞬誰か映った気がしたけど。まあ、経営、どうしようかな。悩ましいな。経営、動画に入れるかどうかって悩ましいな。物語が始まっちゃったもんな、そして。長い一日だったな。ほんとよ。そういや、明日は。また半品貿易講師のバイトか。今日は部屋に帰って寝るか。そうしましょう。疲れた日は早く寝よ。そうしましょうって、お前も当たり前のように言うな。言うでしょ、仲間だし。ほら、さっさと帰るわよ。まさかあいつ俺に惚れたんじゃねえだろうな。いつもは悪態ついてるが、それは愛情の裏返しってやつで。ありえねえよ、心配すんな。ねえ、今晩私がみんなにお夜食作ってあげよっか。え、お前料理できんのか。できるわよ。じゃあ買い出しに行くから、なんちゃん荷物持ってよね。なんちゃんって仕方ねえな。勘違いしてるわ。きっと彼女は仲間ができたことがよっぽど嬉しいんだ。でもなんだ、なんかこれでいいのかなって思う時もあってよ。まあ確かに俺らと一緒に危ねえ橋を渡ってるわけだからな。でも彼女の望んだ道でもあるわけだし、ああやって元気に頑張ってるんだ、応援すべきなんじゃねえのか。ねえ、そうだね。じゃあちょっと行ってくるから。おう。はい、シェイシェイ、次の人。100万元ね。ちょっと待ってて。あれ、足りない。監督さん、すみません。どうした？金庫のお金が足りません。何？今日は急な仕入れが立て込んだからな。ゴアウィース、シャオトゥーダーシェンチンジェンディーラ、シャツ1、付给你们。喂，这个当初讲好的不一样吧？批发价会算你这么便宜，就是因为说好当场付现的。没钱的话，东西我们可要收回去了。知道了，我去银行取钱回来。30分钟后，你们再过来。这次可要准备好啊。放心了，相信我。そこで少し待ってろ。はい。あの木箱は確か。なんだこれ、ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか。
知らねえよ。喂、钱筹好了没？あ、お金はまだ。不好意思，让你们久等了。偽札作ってんだ。え？偽札？あれは偽札に間違いない。まさかそんなことが。だってどう考えたっておかしいだろう。支払いの追加の金はどっから湧いて出てきたってんだ。銀行で下ろしてきたんじゃねえのか。いや、現場監督は2階に上がったっきり外には出てねえ。でも奴が1階に降りてきた時には手には金の入ったケースを持ってたんだ。2階にでかい金庫があるんじゃないのか。そこに大量に金をしまってるとかよ。だったら最初からその金庫からお金を準備しておけばいいじゃない。うん、そうだけどよ、単純に準備するのが面倒くさかったからとか。でも仮に金庫があったとして、それなら30分もかからず金を持ってこれるはずだ。そうだよな。だからさっきの営業担当の連中が来た時には実際に金はどこにもなかったのさ。でもお金は出てきた、あの建物のどこかから。そこであの木箱の登場だ。覚えてんだろ、箱の中身を盗み見してフカヒレやらアワビを見た時、紙の入った箱があっただろ。ああ、あの紙束の入った箱のことだな。現場監督は支払いをする前、あの箱を2階に持って行ってたんだ。じゃあまさかあの紙が。多分あの紙は偽札の原料に違いねえ。あれを使って急いで偽札を刷ったんだ。じゃあ2階に偽札をする設備があるってことか。ああ、多分な。そんなら、ここで輸入している商品は全部偽札で買ってるってことか。いくらなんでも大胆すぎねえか。いや、ありえるわ。ここでは取り扱う全ての商品を現金で買い取ってるの。これだけ大量の取引があるのに全部現金よ。今時さすがにおかしくない？まあそうだな。かたくなに銀行を通さないのには絶対に何か理由があるはず。その理由のヒントになるのがこの会社の高い利益にありそうよね。俺もそう思う。もうなんだよ、二人だけで納得してんじゃねえよ。現金払いにしたいのは偽札を使いたいからよ。銀行振込じゃその手は使えない。そして偽札で支払ってるからこそ買取額と同じ値段でレストランなんかに食材を売っても利益がしっかり出るのよ。なるほど、つまり仕入れがほとんどタダなわけだからな。おまけに偽札は売り手が中国に持って帰るから日本で足がつくことはねえ。大胆だがよく考えられたしのぎだぜ。社長の真淵はなかなかの切れ者だ。むしろ真淵は花から偽札の洗浄を目的にしてるのかもしれねえ。マネーロンダリングってことか。無所に入ってる時に同じ部屋の奴らが話してるのを聞いたことがある。海外の札は日本のに比べて簡単に偽札が作れるって。ただ普通は海外の偽札を作っても日本円に換える手段がねえだろ。銀行に持ってきゃすぐに偽物だとバレちまう。だけど真淵は現金商売の貿易会社をかませることでそれを簡単にやってのけてんだ。毎日入ってくる食材はロンダリングの隠れ蓑に過ぎねえわけか。とにかくこれで真淵の不正の尻尾がつかめたってことよね。これをネタに脅して真淵を呼び出せるわね。待て、ここまでの話は俺たちの推測に過ぎねえ。確実に偽札が作られてる証拠をつかんで真淵に突きつけなきゃ。向こうも出張っちゃ来ねえぞ。だったら2階に忍び込んで偽札が印刷されてる様子を盗み撮りすればいいんじゃない？そんな簡単に行くかな。2階はしのぎの要だ。警備に厳しいに決まってるさ。もしもとっ捕まりゃただじゃ済まねえだろう。そんな危険を犯さなくたって
偽札をこっそりと一枚持ち帰ればいいんじゃね。サイコは支払い係なんだしよ。無理よ。帰りのボディチェックが半端じゃなく厳しいって言ったでしょ。今から思えばあれは支払い係が偽札を持ち出さないための対策よね。だったら俺が持ち出す。荷下ろしの方は帰りのボディチェックはねえんだ。仕事中にこっそり俺に偽札を渡してくれねえか。分かった、やってみよう。絶対に見つからねえように気をつけろよ。うまくやるわ。よし、じゃあ明日で肉体労働ともおさらばだな。明日は気合い入れてくぜ。じゃ今晩も美味しいお夜食作ってあげる。スタミナつけなきゃ。なんちゃん、買い出し行くよ。また俺、もうクタクタなんだけど。いいよ、俺が行く。ねえ、一番は昔ヤクザだったんでしょ。え、ああ、やっぱり怖い場面とかいっぱいあったんでしょ。辛くなかったの。そりゃあまあな。でもどこからが怖くてどっからが怖くねえのか、そのハードルって人それぞれだし、時間が経つとまた変わるもんだし。でもわかるよ。私も昔の自分だったら今の状況なんて手も足も出なかったと思う。でも今の自分は違うんだよね。何でもできちゃうっていうか、怖いものが吹っ飛んじゃったっていうか。でも危険だって分かってんならもっと気をつけなきゃ。平気よ平気。さあ早く行こう。はい、でまあ多分これから半品貿易講師に行ってうんぬんかんぬんなんでしょうけど、しかしこのゲームはムービーが多いな。もう何していいか全然わかんないな。もう絡まれるし、逃げろ、逃げよう逃げよう。まあそんな感じで、まあ絆ドラマを見てここで終わりですね。それでは絆ドラマをどうぞ。よう、さっちゃん。あ、一番。ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。なんだよ。あ、もしかして菜の葉の件か。そう。さっき勇気を出してあの子に電話したとこ、最近悪い男に捕まってないかって。それで、どうだったんだ。うん。ね。なるほどな。結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくってさ。でも菜の葉は絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。この選択肢一番上はないでしょう。あー、ハーブティーでも飲もうにしよう。だったらハーブティーでも飲むか。なんでハーブティーなのよ。今必要なのは酒よ。この不安を麻痺させてくれる酒。麻痺させたって何の解決にもならねえよ。それよりも今は落ち着いて冷静に考えることだ。ハーブティーってのはリラックス効果があんだぜ。特にジャスミンは緊張感や不安を和らげてくれんだ。
ちょい待ち、何その女子力高そうな知識。最近立ち読みした雑誌の受け売りだよ。でも実際効果ありそうよね。試してみるか。いや大丈夫、だいぶ落ち着いてきたから。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだね。どうしてもナノハを説得できねえんなら、そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度とナノハに近づかないように。どうやってそういう風に仕向けるの？殴って脅して町から出て行かせる？それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しゃしない。下手すりゃ町を出て行くとき菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの？ふん、らしくねえな、さっちゃん。ここまで言ってもまだわからねえなんて。え？さっちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。やつには偉人町を出て行ってもらう。なるほど、それなら確かに行けるかもね。どうだい、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか？大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね、一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。手間のかかる姉妹だぜ、マジで。でもこれでケリがつきそうだな。よ、足立さん。おう、春日。この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとうな。いいってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で、俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。俺に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ？いいね。早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。あら、たかしだ。足立さん、あれって、たかし。おい、たか、バカよせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろう。高志に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えて、あいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして高志と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ高志。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ、文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男足立だよ。足立さんは
たかしが気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩をあだで返しやがって。たかし、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ。表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。やめるな。やってやるぜ。俺の番か。うわ、10万きた。びっくりした今。すみませんでした。お前、俺がどんな気持ちでこの20年間。おい、コウスケ。たかし君？さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ？示談交渉ってなんだ？僕には全く身に覚えがない。そもそもがね、そもそも違うんだ。たかし君、僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ、たかし君。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺がたかしに送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。たかしはこの僕です。君がたかし？するとこっちは僕のルームメイトのコウスケです。学生時代は二人で弁護士を目指してたんです。コウスケは司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。たかし君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて。本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、いや、足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように、その一心で僕は司法試験に受かったんですから。おお、受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なーに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。え、そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃたかし君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いや、しかしよかったな、足立さん。たかし君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ、弁護士になるのって。ああ、大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろ。大したもんだよあいつは。足立さんの心遣いがたかし君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。
俺の金がもしなかったとしてもあいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ、春日。なんだよ、かしこまって。いや、お前といると大変なことも多いが、なんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ、足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ、最高の相棒に。乾杯。乾杯。あー、トロフィーを獲得した。